マグネキャッチの次、マスターバイクゼロ式。意味わからんすぎる。このまま外の世界に出るんだ。フライやべえ。うわあ。ウィストウォッチはゼルダで人生に彩りをイカ坊主です。ということで本日もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのバグ解説をしていくんですけれども、始まりの大地を脱出する前にマスターバイクゼロ式をゲットしたい。ゲームの全てをクリアし最終試練を制覇した者だけが乗れるマスターバイクは完全クリア後のお楽しみではありますが、マスターバイクを使ってもう一度冒険したいと思う方もたくさんいるでしょう。そんな方々のために条件は厳しくなるものの、最新バグを複数組み合わせてチュートリアルの始まりの大地を終える前にマスターバイクゼロ式をゲットする方法を伝授していきます。今回もできるだけ初心者の方に分かりやすく解説していきますので、早速本編行ってみようということで、ゲーム画面のイカボズ君です。さあ、今回はね、マスターバイクを始まりの大地から出る前にゲットしていくということで、まあ、久々にね、解説動画的な感じの動画です。まず、今回のバグの前提条件なんですけれども、当然ね、ダウンロードコンテンツを購入していることが条件です。じゃないと、そもそも最終試練がないですし、ダウンロードコンテンツは絶対に購入しておいてください。そしてね、もう一個前提条件があるんですけれども、それが結構めんどくさいというか、まあ、その条件のせいで、今回のバグはね、気楽に試せるみたいなバグではなくなっちゃってるというか、大変になっているんですけれども、まあ、それがマスターバイクをゲットしたいモードじゃない方のモードが最終試練の制御端末を取っていないことですね。どういうことかというと、最終試練に行ったら一番最初に制御端末を取って、でそれでね、マップを開くと心中を動かせるようになるんですけれども、その画面に行くことによってちょっと不都合が生じちゃうんで、通常モードにね、マスターバイクを持っていこうと思っているんですけれども、このマスターモードがまだ最終試練をクリアしてない、まあ、端末を取っていないという状況にね、しておかないといけません。それが大変なんですよね。一応ね、バグとかを使えば端末を取らずにクリアすることってのは可能なんですけれども、それでクリアした人か、それがまだね、最終試練をクリアしてない人、もしくはまあ一からやり直すかっていう、この3択になるんですけれども、その条件がね揃っていたら早速やっていきましょう。でまあ大まかな流れなんですけれども、まず IST で引き継ぎ役を作って強い武器を転送する準備をします。でその次にムーンジャンプロングワープを最終試練に設定してモードを変えて実行します。で最後に転送した武器とヤブサメホバーで最終試練をダゴダゴ攻略していくと、そんな感じになるんですけれども、それだけでもねさっぱりピーマンのもつ煮込みだと思うんで、早速詳しく解説していきましょう。まず準備なんですが、今回は通常モードの始まりの大地に脱出する前にバイクを取っていくということで、このね通常モードを始めからでやっていきます。でまあ今から何をするのかというと、その送りたいモードを始めからにして、でマグネキャッチを取るところまで進めていきます。でこれなんでマグネキャッチを取るかっていうと、最終試練を攻略するのに、まあ、最低マグネキャッチはいるんですよ。なんでそのためにね、マグネキャッチを取っていきます。ちゅうことでザクッとやっていこう。はい、オープニングは飛ばす。さあ、シーカーストーンをゲットしたということで、まあね、いつもやったらこっちから抜けていくんですけれども、まずできない人多いと思うんで、今回はね普通に正面から抜けていこうと思います。まあどっちでもいいんですけどね、時止めがしたいよって人はね、全然スコープクリップで祠から抜けてもらっても大丈夫です。まあ、今回はねちょっと解説動画ということで、正面から丁寧に抜けていこうと思います。あんまりこっち側抜けることないんやけどね。わあ、おはよう。さあということで起きたんで、早速マグネキャッチ取りに行きましょう。アイテムとかね取ってもいいんですけれども、後々ねこっちのデータに強い武器を転送してくるんで、取っても取らなくてもどっちでもいいです。とりあえず塔をね解放してからマオルの祠に行きましょう。で今回の方法は、もともと昔からあるムーンジャンプロングワープっていうバグと、比較的最近見つかった IST っていうバグを組み合わせてやっていきます。なのでちょっとね手順が複雑なんですけれども、近年のブレスオブザワールドのこのバグはね本当に難解なんでね。さあマオルに着いたんですけど、塔を解放しているとね、ここ普通に調べて開けれるんやけど、塔をね解放しない場合、ここでよいしょ、スキューを取って、この上にねイカリングがあると思うんやけど、ここからほほほっと入ることができます。でここもですね、ほほ、こうすると扉を開けずにね中に入ることができます。まあ別にこれをやる必要はないんやけど、こんなこともできるよっていうね、自由ですねこのゲームは本当に。さあ魔王の祠の中に来ました。そしたらですね、そのまま端末を取りまして、さあマグネキャッチをゲットしました。これでねこっちの準備は OK です。でマグネキャッチをゲットできたら、普通に手動セーブをしておきます。はい、これでマスターバイクをゲットしたい側のデータの準備は終わりです。そしたらタイトルに戻りまして、反対側のモードでちょこちょこ細工をしていきます。こっからね、耳の穴かっぽじってよーく聞いてくださいね。準備していきましょう。もう何でもいいんで適当にロードしまして、さあということでね、マスターモードにやってまいりました。でまあここから何をしていくのかというと、まずこの反対側のモードに来たら、これね大事なものとか、あと服、まあ売れない服ですね、主にその消費することのできないものを
なるべく減らしておきましょう。これ今シーカーストーンとかパラセルとか本来持ってるものもない状態なんですけれども、あとね服もゾーラの服とか本当は持ってるんですけれども、これも全部食べました。はい、スタータブと呼ばれるバグでね食べておきました。これをやっておいた方が楽ということですね。これやってなかったらそれも全部引き継いじゃうんで、後々ちょっとめんどくさいことになるんですけれども、 ISC の計算がしっかりできるよって人はまあそのままでもいいんですけれども、なるべく少ない方が非常にややこしくなくなるんでね、減らしておきましょう。で、その減らし方っていうのはスタータブと呼ばれるバグで減らしていくんですけれども、これ今説明してるとマジで無限時間になっちゃうんで、このね概要欄に貼っておきますので、大事なものがいっぱいあるなって人はこの動画を参考にして減らしていってください。はい、そしたらまず準備として何かね物を売れる場所に行きます。で、おすすめはかかりこ村ですね。かかりこ村に行きます。かかりこ村かコログの森かの2択、どっちかがおすすめなんですけど、俺はね結構 IST やるときかかりこ村でやるんで、かかりこ村に行きます。このかかりこ村の利点は武器とか素材とかがね豊富にあるんですよ。なんでその IST を行うときに素材がたくさんいるんですけれども、まあその埋め合わせがねしやすいんで、俺はよくかかりこ村でやります。で、かかりこ村に来ましたら、ここにねこの物を買ってくれるおばあさんがいるんで、その近くでワープマーカーを設置します。はい、設置しました。これで OK です。まあどこでもいいんですけどね、適当でいいです、これは。そしたらワープマーカーが設置できたら、次はね最終試練に向かいます。はい、最終試練はですね、この快晴の祠の最初にシーカーストーン取ったこの端末を調べれば降りることができます。さあ降りていきましたら、エレベーターが一番下に行くまで待ちます。まあこの間暇なんでね、最近発売したポケモンでもやったらいいんじゃないでしょうか。まあ、俺は買ってないんですけどね。さあ下に降りたんですけれども、一番最初に言った条件、この最終試練の制御端末を取ってないという条件なんですけど、それはここのこれですね、ここのこれを調べていないというのが条件です。なんで水巨子は倒してる倒せないは関係ないんですけど、とにかくここの端末を取ってないという、まあそれが大事です。ここの端末を取っていないとマイナスボタンを押してもこのね地図が開けるんですよ。で、ここからこのワープマーカーに飛ぶことができるんで、これをしたいがためにあの端末を取ってはいけないということですね。で、まあこのエレベーターで下に降りましたら、エレベーターから出たところでセーブします。まあこの辺でいいです。手動セーブですね。で、これ以降このマスターモードで手動セーブはできないんで注意してください。これがね最後の手動セーブです。で、セーブができましたら、今度はねさっきのかかりこ村に戻ります。さあ戻れましたら、こっから IST の準備をしていきます。引き継ぎ枠を作っていきます。これね2022年の6月ぐらいに見つかったまあとんでもバグなんですけれども、好きなアイテムを好きなデータに持っていけるというねバグをやっていくんですが、今回何を引き継ぐのかというと、水巨子が倒せたらいいんで、まあ、俺の場合ちょっとこの強い光の意味合いがあるんでこれを持っていきます。まあ、でも多分みんなねこれ持ってるわけじゃないと思うんで、まあ、例えば古代兵装やと大鷲の意味とかで、マスターソードとかそんなのをね持っていけばいいと思います。腕に自信がある人はちょっとの武器でも多分倒せると思うんですけれども、いやー難しいなって人はねいっぱい持っていきましょう。で、妖精をね持っていくのがおすすめです。妖精持っていけば何回くらっても大丈夫なんで、武器さえあれば倒せるかなというところですね。で、今回なんですけれども、まあ、俺は一体何個引き継ぎ薬を作らないといけないかというと、まずこの大事なもの、この大事なもの側から数えていって、この5個ですよね。で、この英傑の加護っていうのは増えるんですよ。で、一回ね、さっき手動セーブした、この最終試練をね、ロードしないといけないんで、一回だけ増殖します。なんで、この増えるアイテムっていうのは、2倍で数えないといけないんですよ。引き継ぐときに。なんで、この大事なもので、9個ですね。ここの5個と、英傑の加護4つが増えるんで、9。で、妖精で10。で、矢で11。で、増えて12。で、光の弓矢で13。で、まあ、マスターソード持っていきたいんで、14ですね。まあ、なんで、ちょっと多めに15枠ぐらい作っとったらいいのかな。15枠ぐらいね、引き継ぎ枠を作っていきたいと思います。で、この数っていうのは、まあ、皆さんのデータの状況によって変わってくると思うんで、あそこはね、各自計算してください。で、全然意味わからんっていう人もね、いると思うんで。まあ、そういう人はね、俺の IST 講座があるんで、この動画たちですね。光の弓矢を強奪したり、国具流しを999個に増やしたりっていう。これらを見ていただいたら、大体わかると思うんで、やっていってください。ということで、引き継ぎ枠作っていきます。はい、まずは武器持ちバグですね。武器持ちバグをしまして、んで、素材くっつけバグですね。今回、妖精は持っていくんで、よいしょ、引き継ぎ枠の作成には使えません。で、オーバーに話しかけると。オッケー。はい、これで15枠作りました。で、引き継ぎ枠がね、必要な数作れたら、この状態で、やぶさめ状に行きます。ここですね。ここですね。で、まあ、こっからね、今、引き継ぎ枠を作っちゃったんで、別のデータをロードすると、そっち側にアイテムが引き継がれちゃうんで、今度はね、ロードも禁止です、こっから。ワープは全然いいんですけど、まあ、別に読み込むことはないとは思うんですけれども。なんで今、セーブもロードもできないという状況なんでね、なかなか辛いですけれども。まあ、やぶさめ状に行くだけなんでね、サグと行っちゃいましょう。で、やぶさめ状に来ましたら、馬を召喚します。
まして、ヤブサメをやっていきます。で、まあ、こっからヤブサメホバーと呼ばれるね、よく俺のチャンネルでは出てくるバグなんですけど、それをやります。ここでヤブサメミニゲームを開始しまして、さあ、始まりましたら全力で後ろにぶっ飛ぶと。ヤブサメミニゲーム俺一回もやったことないけんね。この、ブレスオブザワイルドというゲームで、正規にヤブサメミニゲームをしたことがないんだが、この後ろ側に行きまして、いつものポジションですね。ここですね。ここに鎮座します。で、ここで、よいしょ、あそこに馬たちがいると思うんですけれども、あの馬に向かって、だいたい13秒とか12秒ぐらいで、X ボタンを押しっぱなしで離して、まあ、ジャンプして乗り込みます。うん、まあ、だいたい俺はね、13秒でやってるんですけれども。俺まあ、スタミナが多かったらね、もうちょっと余裕があってできるんやけど。Go!これでね、ゆっくり近づいていきます。これあんまりスピード出しすぎると馬逃げちゃうんで、ゆっくり近づいて、ゲーチオブザワイルドしたよ。ゲーチ。オッケー。で、このままなだめずに時間切れになると。オッケー。これでね、ヤブサメホバーの準備ができました。はい、そしたら、トイ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 モードになるんで、このままですね、急いでいるんでと言って、断ります。はい。で、断ったら動けるようになるんで、で、馬が暴れ出してね、リンクくんも、自由、奔放なね、自由人になるんですけれども、この状態で、プラスボタンで、さっきのね、この最終試練、これをロードします。さあ、ロードが完了したらば、この状態で、マップを開いて、ワープマーカーに飛びます。さっきね、かかりこ村に置いたと思うんですけど、このワープマーカーにワープします。この作業で、今、このマップと座標を保存しました。これはですね、あるトリガーによって出現するんですけれども、それは通常モードの方でやっていきます。で、ワープマーカーで飛べましたら、こっからアイテムの選定を行っていきます。いらないものを捨てていくと。で、注意点なんですけど、こっから、ロードも禁止なんですけど、水とかで溺れたり、スタミナがなくなってね、まあ、沼とかに落ちるのも全部ダメです。それがね、ロングワープの発動トリガーになっているんで、なんか、ロード画面を挟むような行動は全部禁止です。まあ、そんなことになることはないとは思うんですけれども、まあ、一応ね、注意ですね。そしたら、まあ、持っていくものを決めていくんですけど、盾いらないんで捨てます。で、まあ、弓も光の弓矢だけでいいんで、捨てますと。で、武器もですね、できるだけ捨てまして、で、まあ、素材も捨てていきます。素材もちょっとね、持っていってもしょうがないんで、バンバン捨てていきましょう。このマグネキャッチを出した瞬間に捨てることによって、よいしょ。ちょっと短縮できます。これ IST よくやる人はね、必須テクニックですね。で、株ちょっと多いんで、株は売ります。で、買ってもらうと。で、妖精も、まあ、89匹おったらいいんで、売っちゃいます。よし、これでまあ、ほぼ準備ができたと。で、今ですね、引き継ぎ枠が15個作ってて、あるアイテムが、9、10、11、12、13、14なんで、M カウントがマイナスの状態になってるんですよね。M カウントっていうのは、引き継ぎ枠とポーチ内のアイテムの数の差なんですけど、それがマイナスになってるんで、これ1個取ると、ポーチの中がね、全消しされちゃいます。これマイナス M カウントの状態だと引き継がれないんで、ちょっとその辺調節していきます。さあ、これでアイテム内の数が16になったんで、 M カウントはプラスの状態になってると。で、マスターソードまで引き継げそうですね、これで。オッケー。そしたらまあ一応ね、この装備を外しておいて、で、この状態ですね、一旦タイトルに戻ります。あ、今ヤブサメホバーとムーンジャンプロングワープと引き継ぎ枠っていう3つのバグをね、保有してる状態で、こっちの通常モードに全部引き継ぎます。これがね、難しいというかややこしいんですよね。で、続きからで、さっきね、マオヌでマグネキャッチを取ったと思うんですけれども、このデータをロードします。はい、ロードしました。そしたらですね、一旦ロードが完了したらポーチを開いて、まあ、このアイテムがね、引き継がれてることを確認します。で、引き継がれてたら一回ポーチをね、閉じます。で、もう一回開きます。で、セーブで、このデータをロードすると。ちょっとね、これカーソルが変なとこに行っちゃってるんですけど、これをロードします。はい、そうすると、ちょっとね、ロードが遅いんですよね。これなんでですかね。なんかロードが遅いな。マオヌの祠に行くはずなんだが、なんと、行き先は、最終試練ということでね。やってまいりました。さあ、最終試練です。で、歩こうとすると、なんかいろいろ言われて、あまたの試練を克服し、よくぞこの地へ。さあ、最後の試練に挑むのだ。いきなり言われると。起きてすぐやで、こっちは。こっちは起きてすぐやぞ。まあ、なんかごちゃごちゃ言われるんですけれども、これでですね、とりあえず、最終試練にはやってこれました。これ、なぜかね、エレベーターが降りてないっていうね。で、ヤブサメホバーも取得してる状態なんで、このままね、ヤブサメホバーを使って、最終試練をダゴダゴ攻略していきます。これ、登ってみるとね、一撃の剣があるんですよ、これ。フラグ取ってないのに。いや、この快晴のほらを下から見れるっていうね。まあ、そういったプチバグも見れるんですけれども、今の状態がですね、こんな感じになっております。いろいろおかしなことにはなっているが、妖精がいっぱいあって、で、光の弓矢もなんか2個あるけど。で、マスターソードがあると。こんな状況です。妖精があるんで、ほぼ死ぬことはないと。うん。まあ、妖精持ってきてる人はね。ってことで、攻略していきます。で、今ね、このヤブサメホバーがあるんで、この最終試練の攻略、バリ楽です。不正をしていきたいと思います。さあ、まずね、ルーダニアの真珠ゾーンなんですが、あそこに弾があるんで、あそこに向かって一直線に向かって走っていきます。あ、なんかボタンがあるぞ。ボタンがあるな、これなんだこれ。あ、
なるほどね。あー、弾が。あー、なるほど。ここ真ん中がくるくる回って、それでなんかいい感じにやるのかな。ね、そんなことは知りません。ということで、弾に向かっていきます。ほんなら、弾取って、この弾持った状態でね、X ボタンで受けるんで、このままね、弾を持っていきましょう。そしたら、この弾を入れまして、で、端末が開いていくと。じゃあ、この端末はね、サクッと起動しておきまして。はい、ロックが一つ開きます。簡単簡単。で、次なんですけど、この奥がね、ウルボザゾーンになってます。ちょっとウルボザゾーンは端末取らないと動かないんで、まあ、ちょっとこのタイミングで端末取っとくか。端末取る取らんはね、あんまり関係ないんで、とりあえず取っときます。はい、そしたら引き続き攻略していきましょう。じゃあ次は迷道ゾーンかな。これですね。さあ、ここもどうやって攻略するんだろう。難しいな。あ、あそこに端末があるぞ。はい、これで問題なッシングです。まあ、ちなみになんですけれども、この最終試練を 99% スキップするっていうバグがあるんですけれども、F が世界と回転バグを利用したとんでもないバグがあるんですけど、それ使ってもいいです。ただそれはね、いろいろ ISC で持ってこないといけないんで、事前準備が必要なんで、まあ、今回は採用しませんでしたが、来年の体験とか、連射意味とかいっぱい持ってきた場合は、そっちでね、回転バグを使ってこじ開けてもいいです。撃ったゾーンは、こっから入れると。ほんで、本来はここでアイスメーカー使うんですけど、今回は使いません。マグネキャッチしかないからね。で、回り込んでいきまして、さあ、無限ジャンプで開けると。オッケー。このヤブサメホバーがチートじゃなくてバグっていうのがすごいよな。知らん人が見たらもうチートにしか見えへんもんな。さあ、ダゴダゴ開けていきます。で、ラスト、ウルボザなんですけれども、ウルボザだけはね、ちょっと端末を利用しないといけないんで、一旦、ウルボザゾーンに行きます。あ、ちなみに、不安な人はね、これセーブしても全然大丈夫です。要請あんま持ってないよっていう人は、ここでセーブしてもらってもね、全然やり直し効くんで、セーブしてた方がいいですね。さあ、ウルボザゾーンなんですが、とりあえず、上の、金属を下に持っていきます。マグネキャッツで、これを下に持っていきまして、で、ここのね、これを出しておきます。にゅいっと。オッケー。で、こいつをですね、ここに挿入しまして、イン。で、あとは端末でぶん回すだけです。お、はい。これで、回ってる？あ、忘れとった。ごめん。一個忘れとった。外側のね、パーツを一個はめないといけないですね。完全に忘れてましたね。こっちのこの、これをはめないといけないですね。こいつをここにはめないといけないです。よいしょ。OK。これで全体が回り出すんで、よいしょ。回ってるんで、通電させまして、ここで待っときます。時計回りですね。時計回りなのか、これは。エレベーター側から見て時計回りに回すとね、開くんでね。一瞬通電して開くかな。よし、OK。ちなみに、ヤブサメホバーで、坂をね、歩くと、こんな感じで、走れなくなるんですよ。で、そうなった時はね、素材を一回手に持ってしまえば、もう一回ね、歩けるようになるんで、このワンポイントですね。さあ、ラストのロックを解除しました。OK。そしたら、このままね、真ん中に行きます。脱出しまして、さあ、ここですね。ここをはめ込めば、もう最終試練行けるんで、はめ込み待ちって、よいしょ。これで開きます。さあ、やっていきました。水木よしやちゃん。行きましょう。ここも突っ込みます。ハロー。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、魔導こそ大器でしょ。いや、起きてなんか、ぴょんぴょんしちゃったこれだけどなあ。おはようございます。私もさっき起きたんですよ。最後の試練を与えよう。最後なの？始まったばっかりじゃないのこのゲーム。なんてこったパンダこっただな。さあ、飛ばされまして、最終試練の奥のラスボス。真の、まあ、裏ボスですね。水木よしや戦です。ドキドキ、ドキドキ。ヒー、戦うの？それでは始めるとしよう。ヒー、起きたばっかだよ。倒せるの？あ、でもこっちは無限ジャンプと最強の武器があるんで。ま、上に逃げまして、いで！いや、大丈夫大丈夫。俺には無限の妖精がいる。うおー。あ、こっちこっち。あ、こっちこっち。よいしょ。上に登りまして、どこかな？そこか。ファイヤー！どっちが早いかな？どこ？は？近いよ。イン！どこ行った？あれ？あれ？降りないと出てこない？あ。第二形態ですね。分身。下で普通に撃っとった方が早いかもな。どれが本物だ？いで！これはね、ちょっとマスターソードの方がいいですね。あ、おっとおっとおっと。お前か！ヤブサメホバー持っとる状態で戦うのはきつきつかもしれん。あ、ちなみに、セーブ&リセットすれば、ヤブサメホバーは切れるんで、ヤブサメホバー撃っとしい人はね、セーブ&リセットで切っちゃってもいいです。正解！オーケー。第三形態。ドキドキ。強いのかな？おっきいにょ？うわぁ、でかい！でもでかいだけ。さよなら。あれ、こいつ。あれ、こいつなんか、硬くね？こいつなんか、硬くなり硬くね？あれ、なんか全然効いてなくね？あれ、俺なんか、バグらした。あれ、おかしいな、これ。なんか全然こいつ減らんねえけど、体力。なんでだ？光の弓矢耐性あんのか、こいつ。あれ、こっちの方が効くやんけ。え、なんでこいつ光の弓矢耐性つけたん？なぜ？マスターソードで殴ろう。もうちょっと壊れそうやけど。やば、意外とピンチ。光の弓矢だけ持ってくるとちょっとピンチかも。やばくね、これ。困った。もう一個ぐらい弓持っとくべきやったな。ほら、ほら、ほら、これで決めて、よっ。やったやった光の弓矢が効かなくなるという想定外だったが。よかったマスターソード持ってきとって。これ光の弓矢だけやったらマジ積んどったわ。お見事でした。そしてこの古の傑作の持ち主となるべきお方。さあ、やってまいりました。マスターバイクゼロ式。まだ始まりの大地を抜けていないひよっこ勇者がこんなもの手に入れてしまっていいのか。
さあ、マグネキャッチの次、マスターバイクゼロ式。意味わからんすぎる。ああ、飛ばされゆー。さあ、戻ってきましたが、あれ、なんか鳥がおるな。鳥オンの、こんにちは。おや？あなたですか？え、どなたですか？心なしか顔つきがいちゃんと凛々しくなれたような。誰？そんなあなたにこそお聞きいただきたい歌があります。今から俺は歌を聞くの？知らない人の？ではお聞きください。知らん人の今作った歌俺聞かなあかんの。あ、聞きたくねえ。いや、怖い。怖いです。あ、なんか思い出しそう。思い出しそう。俺、あれは？思い出せなかった。思い出せなかった。彼らは英傑と呼ばれるようになったそうです。何の話？チャラチチーン。英傑たちの写し絵。いや、知らん人ら。いらんな、知らん人の集合写真。全員知らんど、今んとこ。で、マスターバイクあるー。マスターバイクゼロ式。マグネキャッチの横にマスターバイクゼロ式。召喚。さあ、乗っていきます。さあ、これ乗ることでね、やぶさめホバー消えます、これで。やったー、マスターバイクだー、イェーイ。ということで、始まりの大地を抜ける前に、マスターバイクゼロ式をゲットする方法でした。まあ、ちょっとね、難しかったけど、IST 周りがね、理解できてる人はね、簡単にできると思います。手順さえ間違えなければね。ちょっとこのバイクに乗ったまま、大地出てみるか。うおー。うおー。うおー。おー、このまま外の世界に出るんだ。フライやべえ。うわあ。さすがにバイクでも外は出れんか。で、今ね、引き継ぎ枠がね、残ってるんで、一回セーブして、で、再起動するのを推奨します。じゃないと、またね、別のデータ読み込んじゃうと、アイテムが引き継がれていって、大変なことになっちゃうんで、それ気をつけましょう。で、これね、英傑の過去増えてるんですけど、これもね、後でスタートアップを使って食っときましょう。じゃないとね、このウルボザの怒りとか使えないんで、とかちょっと注意点ですね。これでね、マスターバイクを使って、とりあえず、4つの他のシーカーアイテム集めて、で、四神獣解放を向かうことができます。まあ、まだね、違ったブレスオブザワールドの世界を楽しめるんじゃないでしょうか。ということで、今回の動画はここまでです。ここまで見てくださった方は、チャンネル登録、高評価ボタン、ポチッ！よろしくお願いします。スーパーサンクスもいただけると、モチベーション爆上がりオブザビーボーですので、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあの